新しいこの炎はデュランダル様。ええ、あの方はどれも実感。しかし大主教様はこの説をなると結局あの方に。リタ、今日の話し方はなんだかその。あら、申し訳ありません。緊張するなんて。今回の任務は山奥にある村はその村には衰えていく運命を変える。あらね、リタ、どうしました？いいえ、なんビアンカ様、その時は半休をいただではドライブの場所は機会がありましたら。ええ、そうしましょう。もし主教様の実験でその時は。ああ、デュランダル、恐縮です。私たちはすべき。ええ、その公園もではこの5分間をみんなも理解していると思うが、僕たちのいる4次元空間は全文明の領主の海の荒い虚数の木にある。それは今日の実験は第二の神の鍵。そうすれば空間動力。おや関係。とにかく今回の実験、僕たちは漁師の海から。そのためデュランダル、はい、今回はアップ遠隔支援を担当する。承知しました。今回の実験、リタ、琥珀、そして僕は、はい。あとはよろしく。知れ、世界の残影。星の怒りを形成せよ。木は熟した。面白い場所だ。現実世界に存在するバラバラな情報がここで再び整合され、独自の構造と規則を確立している。所詮人の一生もそういうものだ。有限の時間の中で触れられるあらゆるものを吸収し、最終的に独立した思想と人格を形成する。これが領。あまり離れないでください。長光さんの話によると、まあオットーさんの体はたま。しかしもし本当に外部の世界と連絡。仕方ないわ。この私が2年も費やして帯域幅が全。そういうことだ。ご冗談を借り正々堂々と今のオットーアポカリプスではさま、いざ。